夢のうちの意思になるという意思になっているわけです。夢の方が、この意思についた距離は一歩出ます。それから、これから裏が展開していく。じゃあ、ちょっと今、私が説明した3つの方を、一遍復習してもらって、それでちょっと力を持って裏に入りましょう。